弁膜製剤、モックスペレット製造販売、住宅の気密測定、VOC測定、群馬県産材をはじめといたします。木材販売、並びにファーストリフォーム、群馬県代理店の徳島商店です。コロナ感染拡大が止まらず、たまらずですね、1都3県の知事が、国にですね、緊急事態宣言の陳情に入ったというような報道がありました。本当に止まらないことに対してですね、何か手を打たなきゃならないという、っていうのも分かりますし、かといって、経済が止まってしまうということもまた困ったものだし、本当に悩ましいところで、国としても判断が非常に難しいところだと思います。私たちはできることをしっかりとまずすること、マスク、手洗い、うがい、そして不要不急の外出をしない、これをしっかりやることで抑え込みがですね、1ヶ月後にはできるというふうに考えています。やはり一人一人の意識の問題が重要だというふうに思っていますので、気をつけていきたいと思います。そしてまた5日から仕事を始めとなります。本年もどうぞよろしくお願いいたします。弁膜製剤、モックスペレット製造販売、住宅の気密測定、VOC測定、群馬県産材並びにファーストリフォームに関することで何かございましたら福島商店までお問い合わせください。